るわけじゃないと思うんですけど、それをじゃあ、あの話作ろうってした時に、そこに僕が迎えに行ってどうですかって聞いたら、そうだっていうことですよね。それによってストーリーが決まるっていうか。納得のいくネームを作り上げるのは容易なことではない。時には週の半分以上喫茶店を延々はしごしながら孤独な自問自答を続ける。結局自分のことを、まあ、書くことになるじゃないですか。その自分が思ってもいないようなことをこう正しいかのようには言えないじゃないですか。なんかそうすると、まあ、結果的には自分の一番奥にあるようなことを引っ張り出してくるしかないんで、なんか一人の時しか本当のとこは作れないなっていう気がしてるんですよね。そうですか。ありがとうございました。ネーム作りに七転八倒し追い込まれるのが井上の常だ。この週は締め切り前日の水曜になってようやく下書きに取り掛かった。しかし一向に手が進まない。井上は下書きを数枚残してアトリエから消えた。井上を逡巡させていたもの、それは武蔵が祈りたくなるとつぶやく場面をめぐる迷いだった。これまで強い相手と戦い倒すことによって己の存在意義を見出してきた武蔵。しかし、そうたくあんと語り合ううちに天の存在に気づくという重要なシーン。井上は武蔵に向かう気持ちを研ぎ澄ませることができず苦しんでいた。この日はアトリエを出たきり戻ってこなかった。翌日、締め切りの木曜日、井上は厳しい表情で現れた。猛然と筆を入れ始めた。夜9時半、武蔵が祈りたくなるとつぶやくカットに取り掛かった。井上は一度引いた線を修正することはない。常に一発勝負。こういう感情の時、人はどういう顔をしますっていうサンプルがあるわけじゃないんで、自分がその感情になって書くしかないんですけど、その彼の感情がちゃんと分かってるかどうかっていうことですね。 100%
こぼさないっていうか外さないっていうか、夜10時過ぎ編集者が原稿を受け取りに来た。これまでにない表情をした武蔵が現れた。深夜2時、16時間に及ぶ追い込みは終わった。1話分書き終えれば一晩眠ってまた次の回のネームが始まる。そして時にはどうしようもないところまで追い詰められることもある。この週は締め切り前日になってもネームが全くできていなかった。緊急事態にたまらず編集者が駆けつけた。武蔵の前に現れた伝説の剣士伊藤一等斎。井上は一等斎のことがまだつかめずにいた。話をしてやろうみたいな感じで、ひたすらその天狗のように話し続けるっていうのもそれはないだろうと思って消した。キャラクターがやっぱりちゃんとそのキャラクターの言葉を喋るかとかそういうことなんですけどね。やっぱりじゃあそのキャラクターじゃないことっていうのはやっぱり